どうもこんにちは、森ちんです。さあ MHF なんですけども、今週もやってまいりました。今週のカカということで見ていきましょう。はい、5月22日からですけれども、とりあえず今週は歌姫主演戦新設の戦歌のショーが来ております。歌紡ぎ戦が来たんでね、まあ頑張らなきゃいけないなっていう感じなんですけれども、でそれから水木の表彰会ということで、まあ以前ね天守グラビモスの討伐イベントやったんですけれども、それの上位者の名前が出てくるクエストだとか、なんかいろいろそういうイベントが来ております。でそれから N ポイントくじがまた来たりだとか、グーグ狩猟部への新しいカラーが来たりだとか、シャルフシャルルの再販、毎週ブグ入手イベントの復刻で弓のイベントですね、憧れの翼が来たりだとか、水木と手だれのハンターの、また3週目が始まったりだとかっていう、大体そんな感じです。一つずつ見ていきましょう。はい、まずは不具合状況ですけれども、いろいろ更新されました。パートニアを同行させた状態において特定の条件を満たすとゲームが強制終了する場合がある不具合を確認しております。これはね、迎撃戦で落ちる人が結構いるみたいなんですけども、僕も実際ツイッターで見たんですが、結構落ちてる人いたみたいです。でそれから天守リオレウスの動きを普通のリオレウスがやっちゃうよみたいなのがあったんですが、それが治ったりとか、シジルの素材、シジルの生産の素材がなんかこうちょっとカテゴリー違うのが入ってましたよとか、あとマグネットスパイクダンモード使ってたのに特定のモーションやると残モードになっちゃいましたよとか、なんかいろいろそういうのあります。はい、もうゆっくり見ていただければというふうに思います。僕がね、あ、これ治ったんだって思ったのは、この落下メッセージのやつ、アイテムセットの呼び出しとかで表示される落下メッセージが表示されない場合がある不具合、これね良くなってたというか、もうつい先日もなりましてみたいな感じだったんでね、ようやく治ってくれて良かったなっていう感じです。で、まあ、2ページ目こんな感じ。はい、アイテムボックスの順番が違ったりとか、クラシックの操作だとなんかガード切りが派生しちゃうみたいなとか、あと活強化でパートニアのサボりコードを解除できなかったけどできるようにしましたよとか、なんかだいたいそんな感じです。活強化というか、まあ、手だれとか活強化のいたわりの効果ですね。はい、第523回開発運営レポート来ました。水木の表彰会のね、なんかいろいろことが書いてあったりとか、不具合の修正もいろいろやりましたよとか、グーク笛増やしましたよってのが書いてあります。特にアップデート情報とかは書いてないですね。でそれからお問い合わせ状況の方はですね、歌向かいの調べが他のキャラクターで受け取れないっていうのがあるみたいなんですけども、とりあえずこれはキャラクターじゃなくてアカウント共有だから、メインのキャラクターで、まあ前回の最大数8個だから6個だからなんかあったと思うんですけども、その数受け取ったらサブのキャラクターはもう1個も受け取れませんよっていう、そういう仕様になっております。仕様でございます、気をつけてください。でそれからあとはね、チートすんなよっていうことが書いてありますね。多分ね、探せばチートツールとかってあると思うんだけど、僕はちょっと全然知らないんだけど、もうやる気もないからね全然知らないんですが、まあなんかそういうのは使っちゃダメよっていうことが書いてあります。そして歌姫守衛戦新設の戦歌のショーが始まりました。今回ね、歌紡ぎ戦がついに復活したということでね、僕も動画出したんですが、このね歌紡ぎ戦、今週素材が2倍になってるみたいなので、まあ、回れそうな方はぜひ回ってあげたらと思うんですけれども、でそれから今回の記事はこんな感じ。切れ味現象、向こうはしっかりと発動してくれてますね。で迎撃戦こんな感じなんですが、まあ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 いつも通りっていう感じですね。日替わりのやつがね全然なくなって、うん、とっても良かったな、とってもいいなと。でまあ挑戦 1,2,3,4 はしっかりやって、歌紡ぎ戦1がルコディオラガスラバズラ大名ザザミ、2がガスラバズラルコディオラトリドクレス、3がトリドクレスドラギロスギアオルグ、4がガスラバズラヒュジキキヒプノックっていう感じで、歌紡ぎ戦は挑戦 1,2,3,4 と違ってランクによってモンスターが変わっていくのでご注意ください。僕も早速星2やったんですけどね、星2はねいろいろ対策スキルを入れなくちゃいけなくてね、防具組むのとかねめんどくさかったんですけれども、まあ初回クリアボーナスはねうまいかなと思いますので、1回くらいはねやっておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で今回から新しく作れる、まあ今回というか、まあ祈り歌武器ですね、新しく来たやつがこちら川柳コンとランス、まあ今週から作れると思うんですけれども、で交換品目の方は追加はありません。そして祈り歌武器の性能がこちら、ランスが攻撃力1138、尺霊1600、リーチ長で空毛めっちゃ長いよっていう感じ、なかなか強いかなと、てかめっちゃ強いかなと思います。で潜入魂がこちら、攻撃力873の尺霊1200で空毛めっちゃ長いよっていう感じです。とりあえず僕はこの潜入魂を使って極みエルゼの撃退とかその辺行きたいなっていうふうに思ってるんですけれども、転移武器でね尺霊の武器あると思うんですけど、あっちの方がね圧倒的に攻撃力は高いんだけど、こっちの方が尺霊属性が高いんで、対エルゼだったらいろいろねこっちの方が役に立ってくれるんじゃないかなとは
思ってます。まあ使ってみないと分かんないですけれども。そして上位入賞者をお祝い水木の表彰会開催ということで、天守グラビモス討伐ウィークね、以前ありましたけれども、あの討伐イベントの上位10位をお祝いということで、こちらもね動画でやろうとは思ってるんですが、開催期間としては5月22日の水曜日から6月19日の水曜日、約1ヶ月間ですね。でまあイベント内容としては、天守グラビモスの討伐数上位10位にランクインしたハンターを水木が発表するほか、1位に輝いたハンターの名前を使用したクエストを受注することが可能ですっていう、そんな感じのイベントになってますので、まあ詳しいことはね、ゲーム内もしくは僕もね今度動画出そうかなと思ってるんで、そちらで確認していただければと思います。一体どんなクエストになってるのか楽しみですね。そして毎週ブグニュースイベントの復刻、憧れの翼ということで、弓のイベント復活しました。5月22日から6月5日の2週間ですね。まずハンターランク4からヒプノック希少種1頭の討伐で、ガンナー装備限定でねやらなくちゃいけなくて、武器貸与でヘプトコスっていうね弓を使わなくてはなりません。この武器ですね、この武器を使って倒さなくちゃいけなくて、これはまあ別にそんなきつくないんですけど、こっちですね問題は転移クエストの方、星1のトリドクレスの討伐で翼も破壊しなくちゃいけないっていうことでね、発達部位の破壊をしなくちゃいけないんですが、武器が貸与されますヘプトコスアゲロス、さっきのねヘプトコスよりもさらに強化された状態なんで強くはなってると思うんですけども、まあこれを使わなくちゃいけなくて、でさらにね今回防具貸与でコリニー ZX シリーズを使わなくてはなりません。一応ね以前の条件というか、まあ内容はねこちらなんですけれども、ここから多少リファインされて、まあコリニーを使えるようにしたっていうことなんですけど、これが果たしてリファインなのか、僕は以前ねこの付帯装備を使って、このクエストやったんですけど、これより弱いと困るんだけどね、これでも割となんかめんどくせえなっていう風に思ったので、カフが使えなかったんでね、いろいろちょっと装備の制限があったんでめんどくさいなっていう感じだったんですが、今回はコリニー ZX を使わなくちゃいけないっていうことなので、いやちょっとねどんな装備になってるのか気になるんですが、まあ確認はしておこうと思いますけど、まだちょっと見てないんですけど、でまあこのイベントで作れる弓の性能がこちら、ヘプトコスアゲロスということで、攻撃力710、転照600、局射は放射型で、ため3が貫通4、ため4が拡散レベル4で、攻撃強化で強撃瓶が打てます。性能としてはまあ普通にいいのかなと、まあ、ただため4が拡散レベル4なので、結構インファイト弓な感じで使うのが一番進化が発揮されるのかなっていうふうに思いますので、まあ別に貫通でね使ってもいいと思うんですけど、一番火力出るのは拡散レベル4で撃つのが一番だと思いますので、転移スキルも攻撃強化なんでね、結構至近距離で撃つ感じの弓っていうふうに使ってあげるととってもいいんじゃないかなと思います。そして水木と手だれのハンターの3週目が始まりました。今週は天守稲神を倒さなくちゃいけないんですが、この主戦玉が手に入るっていうことで、手だれ3、交流3、一戦2、腕利き3ということでね、これもね一戦を使ってるハンターの皆さんであれば非常に強い玉かなというふうに思いますので、ぜひ取ってみてあげてください。でまあ今回はどこに認定証がねあるかなって思ったんですけども、ここですね、公式サイトで、先々週がよろしくお願いしますのおで、先週がなんかメゼポルタ広場の目だったかな確かで、今回は、公式サイトでっていうことなんで、おめで、さあ果たして次は何になるのか気になりますが、まあそれは来週再来週のお楽しみ。そして今週のお得クエスト&ブースト情報ということで見ていきましょう。転移の調査依頼じゃなかった、星3武器一発生産に切り替わりましたね。で今週はヒプノック、それからエスピナス、フルフルでございます。初期転移3体ですね。先週この星3武器一発生産やってきたんですけど、1回ずつやってきたんですけど非常にうまかったので、今週は多分フルフルがね一番うまいかなというふうに思いますので、ぜひこちらねこなしてあげてください。そしてフィーチャーウェポンこちらとなっておりますのでご確認ください。そしてヒプノック希少種カラーのグーク狩猟笛プレゼントということで、なんかねもうこれで全色揃ったらしいですよ。なんかこのグーク笛のカラー、ここ最近めちゃめちゃハイペースで実装してるなって思ったら、なんか一応全色実装したっていうことで、でまあこちら開催期間が5月22日から6月5日ということで、まあ、こんな感じの青い感じのね PAPA グークっていうのがもらえますので、しっかりとガイドから受け取ってあげてください。ハンターライフコースかハンターライフの継続コースが有効じゃないと受け取れないみたいなので注意してください。そして公認ネットカフェ&Nコース5月キャンペーンということで、今月もやってまいりました。12時間で最大1万2000ポイントということで、まあ余裕がある方はぜひネカフェ行って Nポイントゲットしてあげてください。でそれから Nポイントくじも今回来ました。パッカリグークとかね、
まあシエロ外装とかなんかそこら辺いろいろ当たりますので、 N ポイントに余裕がある方とかネカフェ行ったら10万超えそうだなっていう方はね、この N ポイントくじにその N ポイントを使ってあげるってのもとってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして金ピカ小判寺ステップアップくじにシャルフシャルルシリーズが再登場ということで、この防具2つともなかなかいい装備なので、5月22日から6月5日の2週間来てくれてますね。でそれから両装くじね、先週から来ているこちらが5月29日今週いっぱいまでとなっておりますので、それでは一つずつ性能を見ていきましょう。まずはシャルフですけれども、シャルフは全部同じスキルになってます。エボルみたいな感じですね。でまあ転移スキルが全部違うっていう感じになっております。僕のおすすめとしてはやはりこの腕腰足のまあ合法強化関連がね、すごくいいなと思うんですけど、特に風圧強化のねこの腕がすごく強いかなというふうに思います。僕も装備でガンガン引っかかってくるし、そもそも風圧強化って防具に入ってるの少ないかなって僕は勝手に思ってるんですけど、そんな感じかなと思うので、特にこのシャルフの腕はね作れるようにしておくといいんじゃないかなと思います。ぜひ引いてみてあげてください。でそれからシャルルですけれども、シャルルはね僕は圧倒的に腰が強いなというふうに思っております。なんで強いかっていうとね、道の片手剣の装備で血気活性入れたりとか回帰も入っててすごく便利なのでね、このシャルルはね腰のためにも一部位だけでもね引いておくととってもいいんじゃないかなというふうに思います。そして両装ですけれども、両装こんな感じ。頭のね手だれ6スキル枠拡張はまあ使いやすそうだなとか思うんですけど、まあ立夏の腰があるからね手だれはどうなのって感じはするけど、まああとはコブ強化コブ10入ってる腕とか、これはねコブマグとかでね使えるのかなと思いつつ、まあまあまあ引っかかったら引いてあげるってのでいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして先週から来ているイベント、グークがドスイオスと討伐、グークとドスイオス開催ということで、こちらもグーク笛のイベントとなっております。今週いっぱいまでですね。ハンターランク1からドスイオス1頭を討伐で G2 も使わなくちゃいけなくて、NPC 同行不可、アイテム持ち込み不可で、武器対応でギャーギャーグークを使うことができます。で足防具対応でペタペタグークで、それ以外は無防具になってっていう感じでね、いろいろ条件あってめんどくさそうに見えるんですけど、ドス要素がそこまで強くないのでサクッと終わるイベントになっているので、ぜひ皆さんやってあげてください。ハンターランク1からなので無課金でもできるので、最近あんまり課金してないなっていう人もグーク笛の確保でねこちらやっておくととってもいいんじゃないかなと思います。そして先週から来ている毎週ブグ入手イベント、仲直りの願いを込めてね、こちらが今週いっぱいまでとなっておりますので、ゴーガルフ2頭を捕獲して、こちらの武器ロロとレイの結末、攻撃力1015で天雷強化のねこの戦力を確保できる方はしっかりと確保しておいてあげてください。ということで今週はだいたいこんな感じでございます。まあ先週劇3倍とかでかなり燃え尽きた方もいるみたいなんですが、今週は戦歌のショーが来ててね、歌も聞けるんで、この無双&総統襲撃戦頑張ったりとか、戦歌のショー頑張ったりとか、イベントちょこちょここなしたりとかっていう感じでね、いつも通り頑張ってやっていきましょう。ということで今週はだいたいこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。